皆さんこんにちは2020年賃貸管理士試験合格発表を受けてというお題でですね、えー、本日、えー、令和三年ですね、えー、1月8日、えー、金曜日です、えー、昨年2020年度令和2年度の 賃貸不動産経営管理士の試験の合格発表が実施団体からありましたそれを受けてです、ねえーまあ、若干の公表のとそして、えー、来年、えー、来年というか、まあ、今年ですね、えー、2021年度の試験に向けてどういう対策を取ればということで約20分から30分程度でしょうかね、えー、お話しさせていただきたいと思います参考にしてくださればそれ幸いです担当はレック専任講師亀田ですよろしくお願いします はい。それでは、えー、本日発表があった中で、えー、自分のね、事、え、件、ー、番号があった方、えー、本当に心からおめでとうございます。えー、ですね。これは絶対的な、やっぱりあの努力があった、えー、この、ね、結果だと思いますが、そこはじ素直に褒めてあげてください。で、本来だったらですね、えー、まあ、苦楽を、えーまあ、分かち合った人たちと、まあ、祝杯、えー、私も入ってと言いたいところなんですが、 何せ世の中はこういうい状況ですそれから関東地方なんですけれども1都3県ですかね、えー、本日から緊急事態宣言ということとなっておりますので、そうですねそのうれしさを、えー、と自分自身でこう閉じ込めながら、えー、じわじわと1、まあ、人で組み交わしながら、あるいはかご家族とね、えーまあ、喜びを分かち合っていただければと思います、本当にその努力、ねえー、感謝します。えー、そししておめでとうございました、はい 残念だった方、えー、これも事実として受け止めざるを得ませんので、えー、そこはね、えー、もう、えー、手をつけた以上、まあ、今年2021年度必ず合格するようにということでね、えーまあ、本日からでも対策を取っていただければと思いますので、まあ、その点ね、えー、踏まえて聞いてくださればと思います。はい、えー、で、まず発表があった、えーまあ、数字など,などから見ていきますが、えー、っとまず受験者、うんえー、2万 2万7338人でしたでこれ昨年に比べても15.8%増えているので、まあ、かなり受験自体もまあ多くなったこの状況昨年の試験も結構厳しい状況からでしたが受験率もほとんどの方が受験されているという状況ですね。まあ、若干 2019年に比べると、ね、落ちているところはありましたがそれでも,もう90%を超える人たちが受験したというところです。はい、でその中でめでたく合格された方ですね、えー、その方が8、146名でした。で、えー、これは逆に2019年度に比べると。 下がっていると受験者は15.8増えたんですけれども、えー、合格した人数が6.3%下がっている何のことはありません合格率がガクッと低くなったっていうところですね、えー、合格率です、えー、2020年の、まあ、試験においてはこれは、えー 二十九点八、厳しいですね。三十切っております。これ昨二千十九年度に比べても、えー、マイナス七パーセントとね。二千十九年度は三十六点八あったので、そこからですね、えー、っと七パーセント下がっているというところです。で、えー、そう考えるとですね、えー、っと実際にこのまあ判定基準、ええー、まあ今年から十問増えたのでっていうところなんですがど、七割でんこって言葉変わってませんが、今年えー、っと二千二十年すみません、ええー、ここからも 2020年、2019年という言葉で、ね、統一させてもらいます。えー、時期が時期なんで、ちょっとね、えー、バラバラら2020年度はこれは50問中34問、えー、これを正解した人が合格ということですね。ただし合格率自体が下が下っているので そらくです、ねあのーまあ、人の分布を考えると1点のところに、まあ、10%はオーバーかもしれませんが、まあ、少なくとも78%いるということなので去年、えー、2019年度レベルの、まあ、合格率、まあ、368%であればです、ね、もうちょっと下がって3 3 点でも良かったのかなっていう感じでしょうね。えー、まあ、合格率がまあ、下がった分、えーえー、その分ね合格基準点は上がってしまっているという状況ではありました。まあ、ここは。 多少は予測してたところはあったんですがねえっ、ーえー、と出てきたときに、ねえーまあ、再度驚いたところですね、えー、29%、30%切っておりますまあだからこそ、まあ、きっちり受かられた方ね本当に努力が実ったというところでね、えー、これはもう,う褒めていただいて、えー、褒めて、えー、いいかとは思いますその点でですねはいで試験の、まあ、内容自体についてはですねもちろんあの、えー、正解番号が、えー、これ公表されました。で、えー、これも あの本当に申し訳ないところもあるんですがレックで公表しているものと一問、ですね、えー、回答が違っておりましたがね問いの49番ですかね、はいえー、でここについてはちょっとコメントは差し控えてさせていただきたいんですけれどもうんと、うん、差し控えたいというところなんですけど、まあ言わずに言えないんですけどねおそらく打ち込みミスあのそれを正しい足にしてしまって でえー、してあのー、まあ文としての誤りうんぬんかんぬんというわけじゃなくて単なるちょっと余計な言葉が入って結果的に、まあ、レックとしてはこれ罰というふうに判断したんですけどそれをまあ実施団体のもう一問ありましたかね、えー、問いの25番なんかもこれもあ、まあ、明らかに打ち込みミスだったりしたので、まあ、それを正しいと判断してるので、まあ、これについてはちょっと突っ込んで言えないところがありますが、えー、まああのー。 レックの、ね、回答を信用してくださった方にはちょっと発表とはずれていたのその点ではちょっと、ねえー、ご迷惑をかけたことをちょっとお詫び申し上げます,、はいえーですね、でその試験の結果を、まあ、あ続き戻りますがレックが今度は発表していた、えー、おそらくということなんこれはもう正式じゃないんですけど、えー、しばらく経った後にですねまに、あ、レックとして、まあ、今年の問題レベルであれば2020年度の問題レベルであれば 35点ということで、えー、まあ合格を、まあ、予想点ということで、えー、まあ発表しておりましたので、まあまあ、あの実際に発表された数字が34点なので、えー、まあ誤差の範囲かな <laughs> 範疇かなといえばその通りで、まあ、レックとしてもね35点プラスマイナス1点ということなのでここはお目こぼしをいただければと思いますね。えー、34点なのでで、マイナスとということで、まああ 誤私のい私にもです、ね、レックとは別にですねあの私はもう試験当日ですね自分だけの感覚で、えーまあ、回答などをしてですね、えー、公表することもあってその当日に試験の現場にはいかないんですけどといった感覚で難易度などからままあまあ僕も35点ということで、えー、ありました、えー、で私の予想も、まあ、誤差の範疇だと思っていただければいいんですが内容を言いますと結構ですね、えー 大きなズレがこれ、今日うの話の本質なんじゃない私の、あのー、これぐらいの合格推定になるというのはもう本当に感覚のものなのでこれはもう外れて当然といえば当然です、えー、当日、ね、どれぐらいかというのでレックはです、ね、どうやって、まあえー、2020年度であれば35点という数字を出したかというと。 えー、これは感覚じゃありません。ちゃんとその後五百人ぐらいのですね、あのいわゆる成績診断をまあ募集してくださった方のデータを集め取ってですね、そっから出していってるんですね。だから僕とはちょっとわけが違うんですけれども、まああの二千二十年度に関しては僕とまあ全く一緒だったので、まあその点はいいんですけれども、えー、レッコはちゃんとねデータ上から。 まあ出しておりますすとというところで,すでそのデータの出し方なんかもちょっと一例紹介しますとさかのぼって2017年度、ねえー、なんかはレックで出した、まあ、あの速報会を出してくれた方の平均点が、えー、まあ約ですが試写誤入しますが29点で実際の合格点が27点これは40問の時代ですねで次の年の2018年レックで出し、えー、まあ集まった速報会の平均点が今度31。 そうすると実際の合格点は何点だったかというと29どちらも要はレックの平均点に比べると2点。 下がっているところが合格点でしたと合格基準点でしたというところなんですね。まあこと誤差というか違いはおそらくレクニックに速報会としてあの、まあ、成績診断として、えー、くれている方々はし,、まあ、しっかり勉強したということなので全国的な受験者に比べるとやっぱりレベルが高いということで平均点自体がね上がっていたというところで、まあ、2点ぐらいの誤差、えーまあ、違いが出てきた。まあ、これは当然は当然然でででしょうねでです 2019年どうだったかっていうとですね、えー、レックが出した、えーまあ、レックで出てきた平均点が、まあ、約ですがここは30点でした三十点でしたで実際の合格点は何点かっていうところですねうん2点引いたらいやそこは1点しか引かなかったですね29点ただこれ、えー、内情があります合格率が201718が約50%だったところが2019はですね 40って36だったんですよだからその分なんていうんですかね合格率が下がってるということは基本点数が上がっていくそこで、えー、実際には合格点は29点すなわちレックの平均点、えー、と、まあ、1点しか違わないっていうところですね。で こういうのをもとにです、ねまあ、あの500人って少ないようで結構多いものなので、えー、そんなにずれが出るもんじゃないですねでもちろんその平均点だけじゃなくていろんなか、えー、要素を加味した上で出してるんですけど、2020年デックで集まった速報会の平均点約です、えー、ちょっと下車がおりまして36点なんですね、えー、細かく言うと35.7なので36点にしましょうで2019年の実績、えー、ももとにですねうん うんやりたいことはこれ一点下げたんですねでただこの一点下げたっていうことはね三十五点と、うん、レックとしては推定点を上げたんですがまあその理由はまあ二千十九年と同じぐらいの 合格率ということを考えた上でそうすると2019年度ならって2019年レックが30点で、えー、実際の合格点が29点だったので同じように、まあ、50問になったから多少の変動はあるにせよレックの平均点が36そうするとレックが考えた合格基準推定予想というのは35、まあ、これは妥当なところですね。まあ、それが1点ちょっと下がって、えー、34点でした。ですね これ大問題なんですよ。わかります。レックのデータも信用できませんね。これ内情をよく考えてください。2020年度は？合格率が30切ったんですよ。30切ったんですよ。ということはですね。もっとレックの平均だと近づいていいはずなんですよ。というよりも超えてもいいな。んですねで。 まあこれ私も実際にレックの合格、まあ、推定というところで多少意見聞かれたときに言って私も35ぐらいでこのデータからだったらいいんじゃないかって言ったんですが私も責任の一端あるんですけれどもこれ、おそらくもし2020年度のこの合格率が30切るっていうことが分かっていれば、うん、あの当時は本当は分かってないですよ今日初めて知ったんですけどね分かっていれば、えー、合格推定どれぐらいで出したかおそ、まあ、らくです。 自分のところの平均点の36点かもう1点上に出したはずですあの合格率が7%下がってるっていうことはあの合格点は1.2点上げて当然ですからねそう考えるとまあまあ36点か7点って言ってたと思います少なくとも36点って言ったで実際に34点 とということはそこに大きなレックのデータと大きくずれてるってことなんですね実際にはあの推定点と出した、えー、まあ予想点と出した点数と1点しか違わないんですけど実際には23点のずれがあったと、うん、レックのデータが信用できないという結論になったということなんですよ。あんまり言うと自分のところの会社なんでね <laughs> 悪口になりますが、えー、言葉変えましょう。はい、レックに 成績診断として出してくれた人たちのレベルが2020年にレベルが高かったということです。はい、その通りです。えー、高かった。まあだからこそ、まあデータからの診断は、えー、ちょっと。 外れたっていうところなんですね。えー、予想以上にまあ集まった成績診断の、えー、まあ、えー、レックに、えー、くれた成績診断の人たちのレベルが高かった点数が取れてたっていうことなんですよ。でレックに出してくれた人なのでいいように考えましょう。レックの模擬試験それから私の期間講座ありました。これを聞いてくださった方も多数いたと思います。要はレックの講座をベースにしているのでうんレベルが高かったと、えー、悪口を自分の会社のねいい言葉に書いてますので、えー、そこね、えー、ポイントです今日のポイント。 今回の、うん、それだけだと。ただ、単純に褒めたたえるわけじゃなくて、何かの要因があるはずなんですよ、それが、えっとまあ、次年度、ね、以降の、まあ、やっぱり糧にしてほしいというところがあります。 本年ですね、今、2021年度ですで、その年の6月からですね実際に賃貸住宅管理業が、まあ、一部ですけれども、強制登録になります、でその中で必要な、まあ、資格ということで、えーまあ、これね、えー、業務管理者という、まあ、資格が必要です、すそのなるためにはこの賃貸不動産経営管理者が必要ですので、まあ、絶対的にレベルが上がって当然なんですねで、ただそれを受けてどうなるかというのもあるんですけれども、問題がまず50問になってで、合格率もがっと下げてきます。でまあここ から先どうなるかというのは微妙なラインありますものの、まあ、もう1回、合華率を上げたりということはちょっと考えられないので、ねえー、それから豪華あの問題の質自体をまあ簡単にするというと。 考えられないので今年ぐらいのペースベースだということはちょっとね認識してやっておいてください。で、今年の問題どのようにまあ特徴があったかすなわちまあレックのようなしっかりしたまあ予備校ねそういう資格のまあ学校を通った場合にどういう利点が出てきたかという、ね、ところなんですがまずですね 形式的にに、ね、解きにくくししててたたっていうのはも,しも,もちろんありました、えーまあ、例えばですね全50問のうちに個数の問題が、まあえー、っと2020年もね、えー、6問あったのかなこれ、まあ、実を言うと2019年から8問と多かったんですけれどもねから合わせてあの組み合わせの問題、えー、4つないしは5つの足だから、まあ、あ正しい足を組み合わせて何番かっていうことちょっと形が変わってて、まあ、やりようによっては解きやすい問題だったりするんですけれども、えーまあ、ちょっと範囲を外れ やっているような足も放り込んだりするので、まあ、対策をとっていなかったら逆に解きにくくなったりっていうことねちょっと形式面で惑わしたっていうのはちょっと多くは見られましたそれからですねそれから長文であったりそれから何といっても今までなかったんですけれどもかなり多い数範囲が外れてた。 範囲が外れていたというのは、えーまあ、2019年までだったらです、ね、ほぼほぼ過去問そして外れたとしてもあのいわゆる実施団体が、ね、出しているあの公,式公式テキストの範囲の中からということだったんですが2020年については。 5問6問じゃなかったですねそこからもどこにも載ってないっていうようなどっから出してきたんだっていうような問題が、まあ、確かに多く見受けられました5問もうちょっとあったんだとは思います。それからですね 実際の,あのレックの速報会でまあえ協力いただいている方々の,ねあのどういう形でまあデータを反映させるかというと一問一問ごとにですねえどれぐらいの人たちが正解できているかというのでよく正解率っていうのを出すんですねでその正解率考えたとときににちょっとヒントになるんですがまあ大体えほとんどの人がちょこちょこと勉強したら取れるような問題は大体正解率自体も90%とか80%の後半のような形でいく。で でね、その手の、まあ、ちょっとすれば誰でも解けるような問題が大体資材の半分ぐらいですねですから40問の時代であれば20問ぐらい、えー、2020年度50問になってもそんな変わらずに、えー、25問近くあったかとは思います半分近くありました。だそこの意図は変わらないんですけれども これ無理だろうっていう極端な問題、えー、これがガッと増えてたんですね例年は例年というか2020年まで、えー、2019年まではですね、まあ、40問のうちまあせいぜい5問ぐらいでしょうかね、えー、ですそれが2020年は10問近かったですねそそれはその 正解率自体がガッと引くようなな問題なんですねでさらに言うとですね2019年度は正解率自体がもう30%を切っているということは4択ですから転がして25%なんですよだから 30%, 30, 30の人が解けているんじゃなくてほぼゼロなんですよ、解けている人が。 でその手の問題がこれがもう5問ぐらいあったんですね例年、ね、2019年までだったら1問あるかないかというところなのでその手の、まあ何ですかね、範囲完全にずれてそして誰も解けないような問題が5問6問あったとっいうのが、ね、これがちょっと傾向としては傾向でした。はい でそういった問題呼びこかえば、ー、解けるんですか？解けませんそんなのも予想もできないしね範囲から完全に出てる。ただですねやっぱり受験対策として、えー、やっぱり勉強しておくとそのまあどこにも書いてないの範囲ずれるような問題が出るということはもう認識としてあって 本番でこういう形で出た場合はあこの問題は解かなくてもいい次の問題っていうので全く焦りが出てこないんですねこれが何の知識もなく入ってしまいますと先入観もなく入ってしまいますと何じゃこの問題解けないとどうしようどうしようってもうそこから焦ると、えー、そして焦る焦るとなると次の問題簡単な問題にミスを犯すそれから時間かけてしまうまた焦るその繰り返しで繰り返して結局 そういう問題に焦ってしまって自分の力が発揮できないっていうパターンが2020年度は結構声多かったんですよ。まあ、ところがきっちりと、ねえー、受験対策とって、まあ、テクニックっていうわけじゃないんですけど、ね、あの受験するに際してのまあ多少の知識ねあの法律知識、えー、普通の知識だけじゃなくてその、えー、試験を解くための知識こういうのを持ってると、まあ、逆に焦らずに。 きっちりと基本問題である半分の、まあ、2020年度だったら、えー、半分ぐらいのね、えー、25問ぐらいはちゃんとミスなく解けたここが一番ね、ね合否を分けた地点なんですよでやっぱりそれを持っていくためにはいろんなケースにぶち当たってそして、えー、いろんな情報を持ってそして本当に覚えなきゃいけないものとそれと、えーまあ、これ、どうでもいい。まあ 試験に出された瞬間にこれは捨てとか測るようにね、まあ、こういう判断ができなきゃいけないというところね。まあ、いろんな意味であの、まあ、単純な知識というよりも受験するために試験得くたけめのやっぱり知識テクニックというのがまあやっぱり2020年度は要求されましたのでね。これはどうしてもですね、えー、まあ私たちレックのような。ね。えーまああ 教育館というか、まあ、予備校を使っているのがやっぱり早いし、えー、結果的に、えー、自分が、まあ、使う時間や、まあ、お金もそうですそれも、えー、少なくなるということなので、ね、考え方はいろいろあるでしょうけれども、まあ、この傾向変わらずに続いていきますので、えー、せっかく、えー、この、ね、映像を見てくださっているのでそういうのを、ね、うまく利用してくださればというのが、まあ、今後の対策といえば今後の対策だったとは思いますよね。 今年ちょっと残念でしたあ,あるいは、えーまあ、今年とは2020年どうしても残念でしたという方ね、えー、それから初めてなんですけどど,んな考えです、えー、どういうもんですかねという方もね踏まえてあ,のあんまり敷居高く考えずに確かに合格率は下がってはおりますがまだあのー。 流動している時期っていえばその通りなんでね、まあ、じゃあだったら早いうちに早いうちに受けて受かっておこうというのがやっぱりね、えー、ベストな方法なので、まあ、ぜひぜひ、えー、2021年度なっておりますので、えー、その、ね、2021年度の試験には必ず受かるようにそして、まあ、少しでも私たちに、ねえーまあ、協力できればと思って考えておりますのでよろししくお願いいますはいえー、冒頭とそして最後しつこいようですが本日。えー、まあ 合格の、えー、番号があった方本当に、えー、おめでとうございます。えー、それがでね,、えー、ねま,また業務に帰って頑張っていただければと思いますので、えー、今回の,、ねえー、この合格発表を受けてということでお話は以上とさせていただきます。お疲れ様でした